さあ対照的な青コーナーサイドですね、まあ、目も合わせませんよ。そうなんですよ、あの選手はですね、赤い雪ひぐみのことを本当に羨ましがってましたからね。 あっちに入りたかったと切々と言ってましたので、3対1のハンディキャップマッチでもよかったんじゃないですかね。まあ、でもおそらくそういった感じになるんじゃないですかね、うん、全く松本美和子を見ていません、赤井咲という暇や他の3人も美和子選手に関してのコメントだけは避けてましたからね。排除、排除ね、はい、排除完了、視界から消えました、松本美和子が消えました。さあそして赤井咲という暇やダブルの攻撃です。ミドルキック、初タックですよね。そうですね、でもやっぱ合わせてきましたね、考えてきましたね。そうなんですね、フライングメアからサッカーボールキック。まあ、赤井選手はこの DDT の中において男子も女子もないというですね、まあ、そういった無差別の戦いというものに、おパラダイスロックだ、こけてきましたね、はい、あそして壱岐選手を呼びました。お何かこれは美しいですよ、あこれはシャッターチャンスですね。あの沙織にとっては屈辱、そこに松本美和、ひどい、やることなすことですね、全て空回りしてますね。そうですね、あの選手は赤井関選手とは7番勝負で、そうですね、初戦でしたね。そうですね、その時はあの選手ね、赤井選手に敗れてますんで、はい、この戦いっていうのはちょっとリベンジマッチの意味合いもあります、うん、なりますね。だがパートナーがパートナーだけにそれどこではなくなりました、はい。まあ、雪選手はあの選手とはかなりアイスリボンなんかでも組むことが多いんですけれども、雪日ファンがかなりあのファンに流れてしまったと。そんなことがあるんですか、はい、推し変されたと言ってましたので、その辺の悔しさがあるみたいですよ。あ、まあ、やっぱ女子プロレスはそういうの大事ですもんね。そうなんですよ、試合後のねやっぱ物販とかで、そうなんです、自分の物販の目を前を目を伏し目がちに通り過ぎていくかつての自分のファンがいると言ってました。辛い、それは辛い。さあそのアノをコーナーホイップ、ひらりとかわしていくアノ沙織、円錐切りカウンターで打っていきました。さあタッチ、さあ来るぞ来るぞ、ついに正式な試合権利を持って宮古子登場、ドラゴンスクリュー、ほあー足が長すぎましたかね、長すぎました、回らなかったですね、ええ、まあ、こうやってね目の前に出てきたら松本美和子という存在を意識せざるを得ません。得ないですね、おまとめてぶん投げていきました。あこれをガードして同じように、あミドルキック、さらにあー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 、容赦ないですね、ゆき選手の全部クリーンヒットですね、さらに腕を取って、あー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 、指もあー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 だが、どっち蹴ってるか分かんなかったですね、今ね半分ぐらいね、 2,3 発松本美和子に当たってましたね、入ってましたね。おー狙っ、さすがで、さあ再びアロー沙織が試合権利を持ってトップコーナーへミサイルキック、なんかガラリと空気が変わりますね、変わりますね。さあフィッシャーマンを狙いますが、それをディフェンスする壱岐ひまや、顔面蹴り、いや考えてみたら赤井選手も雪選手もアノー選手もみんな気強いですからね。そうなんですよ、みんな綺麗で強いというのが、そして怒らせると怖い、怖い、
そして松本美和子は自由にさせると怖い。怖い。怖さもいろいろですね。はい。さあ、ゆきが。ああ、来た来た。邪魔者が。ああ、あっさり落とされちゃいました。だが、アノーは松本美和子のおかげでこのミサイルキックを食らわずに済みました。おママミア。アノーは Y 字バランスしただけじゃないですか。そうでした、そうでした。でもさすがアノーさんね、綺麗に突然振られても綺麗な Y 字バランス。おお、ゆきひまえのブレインバスター。そして赤い先、赤コーナーサイド、松本美和子の世界に揺さぶられることなく自分たちのペースで試合を進めています。まあ、とりあえず排除しとくというね、はい、またもや排除されましたね。かかと落とし、赤い先背中にサッカーボールキック、これを自力でブリッジ、キックアウトのアノー沙織です。赤い先がロープに飛ぶ。おお、それを見事なしなやかさ。そうなんですよね、アノー選手このブリッジ素晴らしいんですよね。そうですね。攻めたのは赤い先の方、カウントは2です。さあ、ここで一気に決めてしまおうというのか、赤井崎。お、逃げてますよ、宮古選手が逃げてる。ケツアルコアトルを狙ったが、アノーが投げっぱなし、ジャーマン。そして、エンズイギリ。おお、そのまま後頭部をリングに叩きつけました。これはユキがカット。おお、ついに松本美和子が。ユキを場外に、そして正式な試合権利をもらおうとタッチの手を求めています。さあ、松本美和子、おお、シャイニングウィザード、足の長さが、射程距離が全然違いますね。近づくことすらできません。届かなかった。これはあの、いわゆるクリス・ブルックス伊藤巻状態ですね。そうですね、ええ、全くお互いのこう距離が違いますからね。お、まんじがために行くが、手足の長い赤い先だけに、あー、決めきれない。コーナーにぶつけられました。来いと言われたら行きましたよ、そりゃ。足が届く赤い選手がすごいですよ。コーナーの上でしたからね。ドリードライブ、宮古がピンチ、ユキが動いた、アノを止める。さあ、これで試合が終わるか、アノ間に合う。まあ、さすがにアノ選手もこれで試合終わっちゃったらたまらないですからね。そうですよね。お、来た、ダブルだ。ダブルが、あー、ダメだ。そしてダブルに、もう完全にチームワークバッチリじゃないですか。いいですね、とても初めてと思えないですね。そして新人賞かわした。おえ、そんなもんか。あー、そんなもんじゃないですよ。なんか文脈がないですよね。ないですね。そんなもんかって言える感じの流れではなかったですね。いきなり切れましたね。ああ、来た。やばい、赤井さんが切れましたね。あ、そうでしょう。赤井さんが本当に切れてしまいました。怖いですよ。おお、だが、松本美和子は死なず。ここで一気に動いた美和子、クラッチ。カウント2。さあ、やはりこの女全く油断はできません。さあ、そのままガンの捨てクラッチ、カウント2。いや、危ない危ない、間に合いましたけれど、まあ今のでき、あ、これ危ない。木曽さん、木曽さん、やばい、ドラマの撮影に影響が。本当です。
ああこれは誤爆、もう分からなくなりました。しかしリング上はノーレフリー。ごめん、もう一回、無理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 、本当大丈夫、何、え、何、わざと、今のは故意ですよね。故意です、故意ですね、完全に。うまくかわしたハイキックが、ゆきひまやと赤井咲希に誤爆。全員倒れてますよ。は？え？リバースタイガードライバー。そこから？わい。諦めた。はい。もう一回いきます。いやフォールってレフリー、レフリーダメですよ。あなたがぶつかったんじゃないですか。あ、ひどいひどい、すげえ切れました、めっちゃ頭踏まれましたよ。補助、補助あ、それはそうでしょう、いくらアノーさんでもね、もう堪忍袋の方が切れますね、さあこれでついに3対1になりました。新人賞復活した木曽さんがカウント3つ。まあそうなりますね。